こんにちは、シンガーソングライターの畑中真美です。先日あいみょんさんのマリーゴールド、武道館弾き語りバージョンカバー動画をねアップさせていただいたんですけど、本日はその弾き語り講座やっていこうと思います。マリーゴールドは16ビートのピックストロークでずっと進んでいくんですけど、その間にいろんなリズムパターンが出てきますので、ギターの練習に役立てていただけたら嬉しいです。ということで早速レッスンに入っていきます。ではレッスンに入っていきます。まずですね、ストロークのリズムパターン2つ覚えてください。この曲のベースになってるのがジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカっていうね、あのパターンなんですけど、ちょっと弾いてみます。ゆっくり弾きますね。ジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカ、これです。ジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカなんですけど、2拍目と4拍目があの強くアクセントしてます。で、ジャカの部分はジャカカがアップストロークになってます。ジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンジャカ、これをまず覚えてください。で、この基本形から派生した派生形っていうのがあるんですけど、それがねたまに出てくる、定期的にたまに出てくるんですけど、それもちょっとやりますね。それはジャンジャンジャンジャカ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 ジャンジャンジャンジャカ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 、これです。3拍目と4拍目がアップダウンアップダウンアップダウン、ジャカ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 ってになってる、これだけです。この2種類覚えてください。で、これ以外にもリズムパターンがねちょっと違うのも若干出てくるんですけど、要所要所で出てくるたびに、あのそれ以外の基本形と派生形以外はまたちょっと改めてその時にご説明します。はい、次にコードフォームについてね前もってお伝えしておきたいんですけど、あいみょんさんが今回使ってらっしゃる F がちょっと形がね普通のバレエの F じゃなくてこういう F なんですよね。で、この F の場合1弦がですね、普通の F だと両方1弦と2弦を押さえてこうなんですけど、1弦を開放にしていると押さえてないとこういう響きになるんですよね。セブンスの響き、 F メジャー7の響きなんですけど、とこういう感じで弾いてらっしゃるところが結構あるなと。で、1弦を別にねこれ人差し指の腹でミュートしちゃってもこの響きこれなんで、これでも OK、でもいいけど、あんまりセブンス鳴らしちゃうとちょっとなんか違う感じになっちゃうので、ちょっとミュートするぐらいがちょうどいいのかな、一弦をっていう感じで、はい、思います。で、もちろんこのバレエを使ってる部分もあるので、あいみょんさんがそこは私もできるだけバレエコードでね弾いていきたいと思います。でも普通のバレエよりも多分こっちの方が抑えやすいし、響きもちょっと複雑でかっこいいので、はい、こっちをね使っていただければなと思いますけれども、お好みで、はい、好きな方を使ってみてください。あともう一個今回たくさん出てくるのが G♭4、 バレエコードの G、 これがたくさん出てきます。で、バレエはちょっと難しいので、バレエが苦手だよっていう方は普通のローコードでの G♭4、 Gこっちを使っていただいてもいいかなと思います。はい、無理しないような形で弾いていただければと思います。はい、では曲に入っていきます。ドア玉から歌です。もう離れないでと泣きそうな目で見つめる、ここまではコード一つに対して、C G 音 Bっていう感じで、ジャランジャランジャラン、こっちはねって感じです。で、その後見つめる君をのところがちょっとねいきなり G サスを出てきます。見つめる君ををのとこでジャンジャンジャカ、できない人は君を、これです。次、雲のような優しい、ここの雲のような優しさのところがねちょっとまたちょっとリズムが少し違うので、あの説明したいんですけど、ダウンピッキング1個を1と考えた時にちょっと真似してください。1、2、3、1、2、3、これを
1のところだけ弾いて、2、3のところはカラーピッキングにしてください。1、2、3、1、2、3、じゃんじゃか、このリズムになります。雲のような優しさでそっとぎゅっと、ここはじゃらんじゃらんで、次もじゃらん。抱きしめて抱きしめて離さない、離さないまで G のままで、ここで武道館なんであいみょんみたいな、わーみたいな歓声が入って、で少し間開けてからじゃんって入っていくんですけど、導入部分がさっきやった派生バージョンのリズムです。じゃんじゃんじゃんじゃか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 、これの後 C で前奏じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか、次 G 音 B じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか、次 A マイナーじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃか、はい、ここちょっとリズム違いますのでちょっと気をつけてください。 A マイナーの時はじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃか、ここだけちょっとイレギュラーな感じで、次もちょっと違うんですけど、決めがあります。ジャズジャズジャズジャカジャカ、ジャズジャズジャジャカジャカ、こうやって覚えてください。ジャンズジャズジャジャカジャカ、ジャンズジャズジャジャカジャカ、つのところでミュートしてます。弦をジャズジャズジャジャカジャカ、叩きながらちょっとこう弦が響かないように止めるみたいな感じですね。その次がじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかという感じで、基本のリズムパターンなんですけど、コードチェンジが2拍ずつなので、ちょっとさっきよりコードチェンジが早くなります。ここまでがドアタマのサビの歌と前奏になります。はい、ではここから A メロに入っていきます。 A メロは頭からずっと基本形です。恋しいのところだけ派生形です。じゃんじゃんじゃんじゃか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 、ででで繰り返しの日々、ここも同じようにサビ2回繰り返して、いきます。次 B メロ行くんですけれども、ちょっとゆっくりやると、目の前でずっと輝いているし、ここの A マイナーE マイナーのここだけストロークのパターンが違います。で、何をやってるかっていうと、ずっとジャカジャカ弾いてるんですよ、結局は。ってやってるんですけど、でアクセントを、オープニングの時に雲のような優しさです、ここでやったさっきやった 1,2,3 の1だけにアクセントを入れて、あとはカラーピッキングしてくださいって言ったんですけど、今度はアクセントを入れてカラーピッキングじゃなくて全部弾く。 1,2,3,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 
ます。幸せだのところは基本形、そして派生形です。はい、じゃあサビいきまーす。ここは全部ほとんど基本形なんですけど、ワンツー。麦わらのじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃん。ここはちょっとやりますね。今日はね、この動画の中でここが一番難しい
とこじゃないかなと思います。ハイライトじゃないかなと思うんですけど、今ね何をやってたかというと、まあ、ジーサスオーが出てきたんですけど、じゃーんっていうこうスライドが入ってるんですよね。こっちもねずっとジャカジャカしてるんですけど、ちょっとジャカジャカやめてこっちだけちょっとゆっくりやりますね。こんな感じ。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃ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 か。できない人はこれでいいと思います。でサビはもう一回同じこと繰り返しで、雲のような優しさでそっとギュッとまで同じなので、その先からやりますね。抱きしめて抱きしめて、じゃん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 じゃか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 じゃんじゃんじゃかじゃか。 C はなさな C のところが派生形、その後が G じゃんで止まって、じゃんじゃかじゃか。ここまでがサビ。はい、で2番の A メロに行きます。2番の A メロは1番とリズムパターンは同じ、ただミュートをしています。本当の気持ち全部、これは何をやってるかっていうと、右手のこの部分で弦をちょっと弦に触れてピッキングしても、なんか音があんまり鳴らないようにピキパキいう音を、この音を出してます。で2拍目と4拍目であいみょんさんは結構強くジャンジャンジャンジャカジャカジャンジャンって強くこうちょっとパーカッション的にこういう感じでこういう音を出してらっしゃいます。はい、で途中からこれミュート解除になるとこがあるんですけどね、でも不思議なくらいにぜスポは、この辺からミュート解除かな。絶望は絶望は見て、次のところがですねまた殺生が出てくるんですよ。ないじゃん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 じゃか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 。バレエ苦手な人はじゃん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 じゃかじゃかじゃか、これでいきましょう。でその先行きます。B メロはさっきと同じね。目の前にずっと映るシルエット大好きさ。次決め入ります。じゃん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 。じゃかじゃか。G でじゃん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 。じゃかじゃか。はい。ではここから2番のサビなんですけど、2番のサビは1番のサビとほぼ同じです。で何が違うかっつったら。あの日の2番はないです。G で派生のストロークです。派生のリズムです。でその先も、同じこと繰り返しでいって、サビの最後の部分、いつまでですね。Cメロは Am からなんですけど、ここも基本形、このままで派生で、ここから基本形。ちょっとキメがあるのでキメの部分やりますね。つながってたいのところはジャカ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 ジャジャカジャカ、つながってたいで止めてジャカジャカっていう感じになってますね。でその次がジャンジャンジャン、ここだけリズムがちょっとだけ違いますのでそこやりますね。このリズムはゆっくりやると、じゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃんじゃか、これになります。その次、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃか
のところも感想の最後の G もちょっとだけリズムが違いますね。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃかじゃかじゃん。はい、ここまでが2番サビから感想終わりになります。はい、じゃあ感想分けのサビなんですけど、ここはオープニングでやったドア玉歌のとこと同じで、麦わらちゃん帽子の君が揺れたマリーゴールドに、ここまでいいですね。ただ似てるのところが小さそう出てきます。似てじゃんじゃんじゃんじゃか、ここはちょっとさっきと違うね。似てじゃんじゃんじゃんじゃか、ここからミュートです。でミュートカイト、懐かしいと笑えたあの日の恋も離れってなってるんですよね。リズムは同じなんですけど、懐かしいと笑えた、ここからミュート解除されてます。じゃんじゃんじゃんじゃか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 、あの日の G サス 4G で、次またサビ、もうここも G サス 4と G 出てきました。リズムは基本形です。じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃん、雲じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃん、抱きしめて、次発声、はーなんさんがじゃか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 、はー、 I love you の言葉がまだ二人の影を残すから、いつまでも、はい、ここから発声が出てきます。でここからまた感想同じやつ、じゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃかじゃかじゃんじゃんじゃか、イントロとイントロっていうか前奏と同じことをやって、最後一番最後ね、じゃあちょっと E マイナーの君のところからやりますね。じゃん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 、一番最後のとこなんですけど、なんかここ、5弦の2フレットのとこであいみょんさんがでジャカ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 ってやってらっしゃるように見えたので、ちょっとやってみます、やってみてます。で最後はい、そんな感じでここまでお疲れ様でございました。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。私ね、アコギのね弾き語りするのがすごい好きで、なのでこういった感じでギターのレッスン動画とか、あとギターの弾き語りのカバー動画とか、あとは私自身のオリジナルソングとかね、これからもねアップしていこうと思っています。アコギにまつわるねいろんな動画アップしていきたいと思ってますので、よかったらまた見てください。これからも頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は畑中真美でした。また次の動画でお会いしましょう。またねー。